明けましておめでとうございます。2020年になりましたね。今年はオリンピックの年ということで、いろんなことが起きるんじゃないかなと思ってすごく楽しみにしています。今年2020年、令和2年初めての、松優の YouTube でございます。今年、アップするの今日多分もう今年が始まってから、1週間近く経ってるかと思うんですけれども、私41歳なんですが、生まれて初めてこの正月に人間ドックを受けました。人間ドックを受けて、なんかバリウムも飲んだことなかったですし、なんかいろんなところの検査も実は受けたことがなくて、で何度か入院したことがあったので、ちょこちょこそこで検査はしてもらってはいたんですけど、人間ドックっていうもの自体は生まれて初めてやらせていただきました。検査の結果なんですけれども、すこぶる良好。お酒が結構好きなので、毎日こう晩酌をしてしまうタイプなんですが、先生にお酒の量を減らした方がいいでしょうかなどちょっと相談してみたんですが、全然大丈夫よ。これでもしストレスが溜まってしまうぐらいだったら、今まで以上に飲んでもらってもいいですというお墨付きをいただきました。イエーイ。ということで、なんかそんなにね、ちゃんと健康に気使ってるつもりはなかったんですが、健康有料時ということで元気を保証していただきました。よかったです。それと、私のチャンネルを見てくださっている皆さんは、もうあのヘアカット動画が好きっていうのはもうよくよく存じ上げております。今日もちょっと撮影はしてこなかったんですけど、実は前髪を切ってきました。でもちろん皆さんがお好きな刈り上げ、どうなってるでしょうか。じゃん、刈り上げてます。やはりここはまだ全然伸びてないですね。刈り上げでございます。ちょっと一周回って、じゃっじゃらん、こんな感じになりました。いかがでしょう。でもね、これが一応ね、どんどん横に伸びていって、いつか刈り上げがなくなってしまう日が来てしまうのですが、いや今しか見られないので、切った時はお見せしていきたいなと思います。ということで、今日も質問に答えていきたいと思ったんですけれども、その前に、2020年今年の抱負をまず、言っていきたいなと思います。2020年なんですけれども、抱負、去年はですね、とりあえず自分の中でやりたいことを定めて、それに向かってちょっとずつ前進していって、少し進めたかなっていう気がしたんですね。なので今年はそれをさらにもっとアップデートしてやっていくことっていうところに注力を注ぎたいなと思ってるんですが、それ以外に、こう海外からオリンピックが始まるので、いろんな方がいらっしゃると思うんですね。なのでこうそういう方が困ってる時とか、あとそれ以外にも、もう男女、老若男女ともになんですけれど、例えば、小さい赤ちゃん連れてるお母さんとか、あとおじいちゃんおばあちゃんとか、こういろんな方が困ってる時にすぐさっともう助けられるような人になれるようになりたいなっていうことで、2020年は、人に優しく、そして自分は楽しく、そしてクリエイティブにっていうことを、抱負そして目標にしていきたいなと思って頑張りたいなと思います。皆さんは今年はどういう抱負を立てましたか。さて、ここから、
っと質問箱のコーナーに入っていきたいと思います。今日も来ている質問を、読んでいきたいと思います。去年、来ていたものなんですけれども、12月の頭に来てたもので、松優さん的今年の漢字一文字は何ですかという質問です。なので2019年の、今年の漢字ということになりますね。でこれちょっと考えてみたんですけれど、私は2019年っていろいろなことを全部こう初心に戻ってこう一からやり直したりとか、一から新しい自分に改造していくみたいな、そういう年だったと思うんですよ。でこうインスタグラムも一回卒業して、こう華やかな世界からものを作る世界とか、またクリエイティブな方向性にもう道をこう変えていくっていうような、1年だったんじゃないかなと思っています。なので漢字一文字で表すと、そうだね、これ紙に書いて出した方がいいね。ということで、松優の2019年の漢字を発表いたします。せーの、じゃん、貝。改めましての貝です。松優貝です。ですね、なんで貝を選んだかというと、2019年は私にとってこう改めていろんなことを見直して、こう新しい道に進んだり、また今までやってきたものを見直して、こうまたやり直したりとか、そういうきっかけを作った1年だったんじゃないかなと思っています。なのでこの貝という漢字を選びました。皆さんは、自分の1年を2019年振り返るとどんな感じになったんでしょうか。そして、2020年は私にとってどういう感じで表せる年になるのかなと思って、今ちょっとすごく楽しみになってきました。なんかこういう質問ね、すごい楽しいなって思いました。こういうポンとか出しちゃうとかね、すごい楽しいなっていう感じです。なのでもしよろしければ皆さん、質問箱のリンクは概要欄の方にありますので、そこから、ご質問をください。本当にプライベートな、恋のご相談から、本当になんかくったらないご相談も全然大丈夫です。例えばキノコ派ですかタケノコ派ですかみたいな、お菓子の話みたいなのとかね、そういうのも全然すごく、楽しくお話できますので、どうぞゆる雑談の、テーマをお待ちしてます。今ちょっと横でフーニー先生が食事中でカンカンカンっていう音が鳴っておりますが、実はフーニーに対しての質問もいただいているんですが、これはねちょっとねいつかお話ししたいなと思っているので撮ってあります。2020年初めての松優の YouTube ご覧いただきありがとうございます。今日はちょっと、かわいいピアスをつけてますよ。猫ちゃんです。猫ちゃんのモチーフ好きな人多いですよね。でこれは友達の作家さんが作ってたもので、なんかすごい気に入ったので手作りのものなんですけど、買いました。ちょっと何ていうブランドなのかがわからないんですけれども、すごい可愛いですよね。大人がつけてても全然大丈夫で、今日のお洋服、ゆる雑談なんでいつも大体下はデニムなんですけれど、トップスは、今日は GU の、1900円ぐらいで売っていた、こうカッピングされててちょっと背中流してきたりとか、こういう感じで着れる、ニットを着ています。今日もゆる雑談お付き合いありがとうございました。ラジオの代わりやこう通勤通学のお供に、もしよろしければ10分程度なのでまたご視聴いただけると嬉しいです。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。どうぞ
またご視聴いただけましたら幸いです。それではまた。See you soon! 今年もよろしく。